皆さんこんばんは、オニナネコ X です。今回はアプリの全部倒そうをやっていきたいと思います。シンプルに敵を倒すだけです。シューターを使って当てていきます。敵は近づく、プレイヤーを襲います。頭に狙って撃つと爆発して簡単に倒せます。これでクリア。赤いドラム缶を撃つと爆発して敵を飛ばすことができます。ピンク色の敵は頭を2回当てると爆発して倒せます。赤よりちょっと厄介。敵の数も増えてきた。ヘルプの人を敵から助ける必要があります。もし敵と人がぶつかるとゲームオーバーになります。横から来るので頭を狙いづらい。レベルが上がれば上がるほど、シューターもパワーアップできます。ショッピングカートマークから、スキンをコインで購入することができます。ランダムで一つもらえます。今回は、炎のスキンが当たった。
シューターがパワーアップした。弾が2つ撃てるようになったけど、あんまり変わらないと思った。ピンクの敵が頭一回当てるだけで爆発はするからまだ楽か。ちなみに50だとこんな感じ。コインが1000枚になったので、アンロックします。星の緑の玉をもらった。これはすごい。ということで今回は、アプリの、全部倒そう、をやってみました。そして、本日の動画は、この辺で終わりたいと思います。最後までご視聴していただき、ありがとうございました。